ニジに,にたぎる製鉄所本社エブラズはロシアを主な事業基盤とする大手鉄鋼メーカー。エブラズ PLC 社を親会社とする企業グループの名称でエブラズ、エフラスなどとも表記される。現在、エブラズ PLC 社の本社所在地はイギリスロンドンにあるが、エブラズ全体の資産管理などをする中心的企業、エブラズホールディング LLC 社はモスクワにある。 国際的な垂直統合型企業で、ロシアの他アメリカ合衆国、チェコ、イタリア、ウクライナなどに、鉱山会社、製鉄所などを持つ。世界の15大鉄鋼企業の一つに数えられる。1992年に、鉄鋼製品販売会社、エブラズメタルとして設立され、1995年に、ニジニタギル製鉄所を、1999年から2003年に、 かけて、ノボクズネツクにある二つの鉄鋼コンビナートを参加に収めた。2004年12月31日、グループの親会社として、エブラズグループ SA 社が設立され、本社をルクセンブルクに置いた。2006年7月、ロマン・アブラモビッチの投資会社ミルハウス・キャピタルが、エブラズ株の41%を取得した。2011年9月、本社をロンドンに移転し、 親会社はエブラズ PLC となった。2006年11月、エブラズは、米国の鉄鋼メーカー、オレゴンスチールミルズを23億ドルで買収する見通しであることが明らかとなった。この買収取引は2007年に完了している。2007年末、米国の圧延鋼メーカー、クレモントスチールを5億6480万ドルで取得する契約を交わした。 2007年12月、ウクライナの鉱山夜勤グループ、プリバトの鉄鋼関連資産を買収した。資産は、スハヤ・バルカ社株の99.25%、ペトロフスキー記念夜勤工場株の95.57%、バグレーコークス社株の93.74%、ドニエプロコークス社株の98.65%、 ドニーエプロジェクトジンスクコークス化学工場の93.83%であり、南最高、先行コンビナートの株50%も売却された。売却金額は20億から22億ドルと言われ、その一部が現金で、残りがエブラズ株で衣意識に支払われた。2008年2月、中国の鉄鋼会社、特流空港株の14億9千万ドル相当の株式を取得する。 可能性があると発表した。2009年12月末、エブラズの創設者の一人、アレクサンドル・カトゥニンと投資家グループが、対外経済活動銀行の関与のもと、ウクライナの鉄鋼大手ドンバス工業連合株の50%プラスに株を買収していたことが明らかとなった。ドンバス工業連合の支配株主となったカトゥニンら、投資家グループがエブラズの意向に沿うように、 活動しているとの見方もある。エブラズ社の株式は2011年4月30日時点ではレーンブルックリミテッドが71.24%ブニーリミテッドが28.76%保有している。オーナー企業であるレーンブルック保有株の一部は国際予託証書としてロンドン証券取引所で取引されている。このレーンブルック株は取締役会議長 アレクサンドル・アブラモフと CEO、アレクサンドル・フロロフが両者合わせて50%、残り50%を富豪ロマン・アブラモビッチが所有するミルハウス・キャピタル社が保有する。2008年5月中旬の時点でのエブラズグループの大株主は、ロマン・アブラモビッチ、アレクサンドル・アブラモフ、アレクサンドル・フロロフ、E ・ホル・コロモイスキーとなっている。 2011年のエボラズグループ取締役は、以下の9名。アレクサンドル・アブラモフ。取締役会会長。アレクサンドル・フロロフ社長・オタリ・アルシェはカール・グルベル、オリガ・ポクロフスカやテディ・ロビンソン・エフゲニー・シュビドレル、ユージン・シュビドラ・ートも元シブネフチ社長。エフゲニー・テネンバウム・ゴードン・トール2008年12月。世界金融危機対策として。 対外経済銀行から18億ドルの融資を受けた、後、アレクサンドル・アブラモフが、取締役会議長に、アレクサンドル・フロロフが社長にそれぞれ就任した。鉄鋼製品、鉄鋼石、石炭の生産、採掘を、主な事業としており、製鉄所施設の3分の1は、ロシア国外にある。主要な、古会社製鉄所及び製鋼所、2011年2月。 西シベリアヤ金コンビナートとノボクズネツク製鉄所を近く合併する予定であることが発表された。ロシア国内の他の子会社など、エブラズ地域別売上高、エブラズの素行生産量は2009年は1530万トン、2010年は1630万トンであった。売上高は2008年は203億8000万ドルであったが2009年は 世界的な不況の影響から97億7200万ドルまで落ち込んだ。2010年は133億9400万ドルまで持ち直している。吉井雅彦、溝端聡編長、現代ロシア経済論、ミネルバ処方、2011年。ISBN 978から4から623060368。ありがとうございます。